皆さんおはようございます。私はこの磯田康夫ですね。はい、70歳になりました。いつの間にかそうなっちゃったんだよね。別になりたくてなったんじゃないんだけど、何の話しちゃ、すいません。66歳の時にね、外国語大学行って英語の勉強を始めまして、1年目で英検準1級合格、3年目で英検1級にも合格しました。ということでこの動画を始めています。はい、今日は何の話ですかということで、ちょっとね、紅葉について、実利的な話も含めてやってみたいと思います。で、ちょっと本題に入る前に連絡事項なんですけども、昨日から言ってた話なんですけども、メルマガやってますよね。登録してメルマガで、最近なんかメルマガ届かなくなって、どうしたんですか、やめたんですかって言って、いや、やめたんじゃない、やってるんだけれども届かなくなってます。最大の理由はね、迷惑メールの方へポンポンと入れられちゃってるんですよね。なんでそんなことになるのっていうことですけども、今までちゃんと聞いたのにね、突然迷惑メールってどういうことっていうことなんですけども、一応私エクスパという会社と契約して、そこから一斉送信してるんですけど、まあ、このエクスパの会社を利用して、迷惑メールを大量に出すというよからの連中がいるために、自動的にその余波を食らって、私のメールまでもが自動的に迷惑メールと分類されてしまってるという、そういう事件が起こっております。まあ、事件というかね、起こってるんだよね。で、これどうすればいいのって昨日の話で、でエクスパの方の会社へ問い合わせまして、回答を得ました。どういうふうにしたらいいかというと、まあ、一応2通りあるんですけども、必ずできる方法最初いきます。それはね、これメルマガを登録して、もらってるっていう方にやってもらわないといけないことなんですけど、設定をちょっとだけいじってほしい。まあ、非常に簡単な設定で、数秒でできる設定クリックだけではやってほしいんですね。それどういうふうにするかと言いますと、1、2、まず迷惑メールフォルダーを上げていただきます。で、その中に、まあ、こう私の一旦入ってるとします。ますよね。で、そしたらそこに、チェックをピッて入れていただいて、そうすると上の方からそこらに迷惑メールでないという表示が出ますので、それをクリックポンとしていただきますと、もうこれで自動的に受信のファイルのところへ入っていって、受信トレイに入っていって、以後こっちから来るメールは自動的に受信トレイの中へ入っていくと、こういうシステムになってますので、ご面倒ですが、それだけちょっとだけ、まあ、ほんのわずかな手間なんですけど、やってくださいということです。はい、メールのシステムによってね、若干違う場合があるかもしれませんが、ほとんどの場合はそれでいきますのでね、迷惑メールを開けて、チェックを入れて、で、迷惑メールでないってとこをクリックしたら、もうこれで解決と、簡単なことでしたね。はい、まあ、迷惑するよね、ろくでもないやつがいるから、こっちはほんまに悪人のおかげで善人がもうね、迷惑を被るという、そういうことになっておりました。で、まあ、それで一件解決ということで、で、今日は何の話ということで、これなんですよね。で、英語勉強の効用ということで、まあ、実際ね、まあ、一番いいのは、まあ、大体、まあ、私なんかね、もう超暇人やったからね、今も暇人なんやけど、年金暮らして職業もないんで、どこへも行くことないんで、一日中、毎日が日曜日、しかも、子育てもみんな終わってますから、もう本当に自分自身のためにのみ時間を使ったらいいという、そういう状態になって、恵まれた状態になってましたのでね、それを利用して、ほんなら、まあ、ちょっと見聞広めるためにやってみようということで、やり始めたところ、まあ、ハマっていったといいますか、それでやってね、やっぱりこう世界観が広がっていきますし、直接こうね、英語世界とダイレクトにこうコンタクトというかエンゲージメントできていきますし、それだけはなしにね、やっぱり英語って構造で意味決まる言語なのでね、非常にダイレクトの感覚を分かってくると、やっぱり日本語に対しても敏感になってきますよね。日本語の良さ悪さ、同時に英語の持ってる欠陥、英語世界の持ってる欠陥とか良さというのは非常によく分かるようになってきますよね。それが非常に大きいです。それと直接的にね、英語世界から直接的に情報を取れる、まあ、いやさニューヨークタイムズにて読んでるという、そういうことができるようになったのと、それとここやってますでしょ。私さから去年約1年前からね、これ初めて YouTube 動画から始まって、メルマガ、それから Zoom 会議っていうのもやって、まあ、要するに英語のオンラインサロンですよね。それやってまして、おかげで非常に多くの熱心な方々と知り合うことができるようになりました。なかなかね、年取ってからそんなね、社交的っていうんですか、人間関係を広げるってなかなか難しいですよね。あんまりないんじゃないかな、年いったら。もう極端な話も同窓会の幹事とかやってると暇、私やらないけどね、そんなことやらないけど、そういう人いるよ。
まああんな後ろ向きのことのために時間費やすのは嫌ですね。ですからそういう点で非常にね、新しいいろいろな大勢の方と知り合うことができるようになりました。でしかもね、そういう人たち非常に熱心なんですよね。ほんまに熱心ですよね。だからこちらがこうそういう人からの感化を受けるというか、ものすごいいい影響を受けるということありますし、そういう考え方もあるのかとか、こういう人生生きてきた人もいるんだよなということで、いろいろ本当に得るところは多いです。それとね、あと、まあ、私なんかこういうことやってると、やっぱり家族の中にもいい影響っていうのは、直接的には何にしてもありますよね。それ人から言われたことありますよ。全くあんまり私のことを個人的にね、家族の何も知らなかった人から、私ちょっとたまたま自分のね、子供たちこういうふうにやってるんだって話聞いて、したら、あんたみたいなのが父親やったら、それは子供そうなりますよねとか言われたことがあります。んで、まあやっぱり子供にもいい影響出てるっていうのは、そういう、まあ、親がね、この年になっても勉強やってるっていう、そういうところの、まあ、じんわりとした影響力っていうのはあるんだろうと思います。子供の方はね、直接的にはそういうことは一切言いませんけどね。でも何かどっかそういうようなところがあるなというのは、言葉の端々には感じますね。はい、そういう良さは出てるんじゃないかなと思います。であとは、やっぱり何といってもね、この頭痛分会議ね、もともとはね、始まった頃はほんと 4,5 人ぐらいしかいなかったんだよね。で、いつもの人が来てて、いつも来るなって話で、最近はもう本当に数増えてきてね、そうするとなんかもうちょっとずれたことをこう聞いてくる人もいる、そのズーム会議に出てる人じゃないんで、別のとこから、ね、聞いてくる人いて、ちょっと困ったなと思いますわね。顔出ししないで参加していいですかとか、なんか聞いてくる人いるから、おい、何を考えてんだよこの人と思ってね、お前泥棒に行くつもりかよと。それはどうやったらね、覆面していかんがなというか、あんたのね、大の音が合うのになんで覆面していかなあかんねんということで、そんなこと考えたこともなかったんですけどね、そういうようなずれたことを聞いてくれる人もいるので、はっきり言うときますけど、ズーム会議っていうのは実名で、かつ顔出しっていうのは当然いります。そんなこと考えたことなかったよね。そんな聞いてくるから初めて、そんなこと言う人いるのかと思って、これはもう当たり前の条件としてね、それは当然です。で、そういうのが、守れないというんでしたら、もうそれはもう断りということにしておきます。やっぱりね、数がたくさん増えてくると、いろんな考え方を持った人が来るということですよね。でそうするとやっぱり一定のね、基準っていうか、そういうのは作っておかなきゃいけないなというのは感じるようになりました。今まではね、そんなことを考えたこともなかったし、そんな必要も全然なかったんですけどね、そんなことが出てきましたね。あとはズーム会議ね、この間もやったら60分で終わりということになったんやけど、終わりきらんなでないんですよね、ほんま。で、ちょっと5分間だけ休憩取って、ちょっと延長しますわって言って、でもこれで終わり、一応終わりですからね、もう自由に退出していただって結構ですよ、どうぞって言って、で、5分間私ちょっと水でも飲みに行って戻ってきたら、パッと帰ったら全員おるやつもう熱心な人たちが、あれでね、私思い出したのはね、私の若い頃は巨人の星とかいう漫画流行ってたんですよ。スポーツ根性もスポコン、俗にスポコンというのが流行りだした時代ですよね。1960年代かな。もうこれ見てる人から見たら昔話というか、もう歴史やねんけどね、その頃巨人の星っていう漫画が流行っててね、で厳しい父親がいて、息子をバンバン鍛え上げて野球選手の、ピッチャーにするという、でその巨人軍で行ってそのエースになるという、そういう話ですよね。でその子が子供の頃から親に鍛えられて、ガンガン、スポーツ根性もんで頑張って、んで最後にこう魔球を投げるんだけどね、魔球を投げる時に目から火がボーッとこう出るねんで、だからすぐ分かるよね、魔球投げるぞなんてね、こんな感じですよ、こんな感じ巨人なしってあって、だからそれを思い出すんだよね。だから私この5分間休憩して戻ってきて、パッと見たら星ヒューマ、うわ星ヒューマの目から火がボロボロ出るという、そういう人がずらー並んでるわけで、うわすごいなこれはと思って感心しましたですね。ものすごい熱意を持って英語に取り組んでおられるということで、
まあ、あのレベル層はね、それはすごい上手い人もいれば、もうほとんど3級目指して頑張ってるという、初心者もおられます。そういう、あのもうレベル関係なしに、すごいですよね、その情熱ね、どこから来るんかの情熱がというぐらいの情熱で、私はもうこの画面見てるだけで炎がビラ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 とこう圧倒されるというそういう感じでしたですね。はい、まあそれでも、まああのそういう影響を受けて、まあ、ちょっと頑張らにはいかんなということで頑張って、あんましんどいねんけどね、いやいや70になったらしんどくなりますよ、まあそれということでも頑張ってやっていっておりますということで、まあそんなんやってたのが自分にとって非常にプラスになってて、こうね、自分の見分も広まるし、そういう新しい人間関係ができてすごく刺激的で、でまあこれは家族にもきっといい影響がじんわりと出ていると思います。と思いますよね、間違いないと思います。あんまりそういう話は家族とはしないけどね、しないけど、まあどこかそういうのがあるなっていうのは感じております。ということで今日はまあそんな話で、あとはそれから明日ね、明日あの拡大版2時間スペシャルというのを大変やね、もうちょっとステーキかなんか食うて、いやそんなもん食うと胃がもたれて帰ったあかんかな、はい、ほんなお茶漬けで、晩飯を済まして、頑張って臨みたいと思っておりますということで、まあ、今日ちょっと曇ってますけど頑張って、今日何や英語の話したんか何の話したんかわからないなってしまったよね、まあいうことで頑張ってやってください。